スーパーボールすく私得意だよ大好き肩抜きやっぱイカゲーム思い出すわ肩抜きって <laughs> りんご飴いち飴がいいな <laughs>、まあ、ありがとうございます縁 <laughs> 日でしょ12月はクリスマス、うん、最初はなんだ6月か 通称とそう。六月も売り切れそう、いやそうなんですよ。たくさん。なんか。なんですかあのご極小って言うんですかねあなんか読み方合ってます。そうなんですよ。ありがとうございます。 なんか読み方がいまいち私はこれ合ってんのかなってサインやツーショット一部そうだよね一部しかないもんねサイン会とかねなんかツーショットはさあの前回も。 あったんですけどサイン会とかなかったからねもっとねあったらよかったんだけど <laughs> どうなるの 確かえないの、ね、私の私手握ったことありますか <laughs> 聞いてみようね私の手を握ったことある人は「はい」って言ってくださいない人の方が多いのかなだってさコロナになってから「<え>えはいないですいや待って結構ない人もいるあるよ」って「ありませんないありますあるよはい」 その頃は押してから、押してないからない。いや、そうですよね。まず出会ってないかもしれないですよね。ないです。ない。え、ない人多くないはい。はいタッチ会な、あったね。なんかリリーウェとかで結構あった。はい。あります。ないです。触りたい。触りたい <laughs> たくさんある。ないです。 マイキ握手してた握手してたよそうコロナになってなくなっちゃったけど似た <laughs> <laughs> ハイタッチはね何回かだけあったかなうんなんかいつだったかな 無謀な夢を染めることがない。あれ違うか。え。なんかのーリリーメとかでやったよ。今さ、十六人配達だから、結構流れが早いんだよね。あれ 神戸のリリーベもあった気がする。うん、大好きな人もあった。 えどうやってやってたか覚えてないなんかどうやって手握ってたんだっけみたいな気持ちになるなんか <laughs> なんか緊張するよねするってなったらなんか手の握り方でもなんかよくあれ言われてたかもなんか <laughs> あの <laughs>「手寄せすごいね」って <laughs> 言われたことが何回かあって <laughs> でまあ、あの「あなたのじゃないですか?」ってずっと。<laughs> 心の中では思っていや「私じゃなくてあなたじゃないですか?」って「手せすごいね」って「うん多分あなたですよ」みたいな。な <laughs> すにつけ合い <laughs>。いやねそう。 マイクおとなしかったよね。いやマイク今もおとなしいんだけど <laughs>。今もおとなしいですよ。えってえ？おとなしいでしょ。ねえ。 めちちゃくおとなしいでしょ本当に荒ぶってるイメージそれはなんかあれですよ内容によるおしとやかそうでしょおしとやかでしょおとなしいでしょ吠える ね、おとなしいって何ですか昔はほんとに静かえな何みたいな <laughs> 自分がテンパってたテンパってた <laughs> <laughs> 想像以上に喋ってくるけどえっ、ー どんんな想像してるんですか <laughs> 私え静静のイメージあるのかなどんな感じおとなしいと静かはまた別だよねちょっとおしとやかでキュンとしましたありがとう。 <laughs> ありがとう話しかけるなオーラは出てないわ私怖すぎでしょ話し会に行ってそんなオーラ出てたら怖すぎよそんなそんなの出てませんよちょっとこれ本当にもうよくないですよそうやって言うの出てないですよ 笑ってるかあ、でも笑うかも笑うってでもそういうなんかさなんか面白いことがあったから笑ってるわけじゃなくってさなんか普通に笑顔<笑>,笑顔のつもりなんだけどそうなんかなんか面白いって感じで笑ってるわけじゃなくってありがとうっていう笑いなんだけど笑いっていうか <laughs> 普通にさ来てくれたら自然と笑顔になるじゃないですか嫌でしょ私が来て「あ,どう,あどうも」とか言われたら嫌でしょ真顔で「あ何しに来たんですかどうも」とか言われたらめっちゃ怖くないですか普通に <laughs> えあ,りありがとうって気持ちでそう <laughs> イケメンじゃないわ違うんです愛想笑いとかじゃないです自然と笑みはこぼれてくるものですよ でもたまになんか言われるときあるわ。いなんか来てくれた人が、え、なんで笑ってんのみたいな。<laughs> なんでちょいと、ええん、ええん、ええってなりますから。あのー。いやでも多分、笑、笑いかな多分私の笑い方がダメなのかな。<laughs> なんか、なんか面白いことあったんかなみたいな笑い方しとんかな。 だからええー、別にあの面白いことがあったからあヘラヘラしてるあヘラヘラしてんのかな私そうかもしんないえなんかヘラヘラしてんのかもごめんニヤ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 してんのかもその笑顔を守りたくない守れこら え <laughs> でもあの悪い笑いじゃないから安心してフフフありがとうございます ピカピカギフトあれやな真面目な話できなさそう超真面目な話するよもう何でも聞くよほんとに何でも聞くしなんか聞かれたら真面目に答えるよほんとにほんとに。 恋愛相談乗れる、乗る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 、もういっぱい話してもう。それはの、ニヤニヤしちゃうかも。 館内に答えられるか内容にある <laughs> アドバイスちゃんとするよお金がなくて困ってます働きましょう <laughs> ほら的確なアドバイスでしょ めちゃくちゃ的確なアドバイスするからどの馬券を買ったらたまにでもなんか「いますいます,います好きな数字言って言って」みたいな人私「え何これの」の3とかって言ってで「買いますね」とかって言って言う人いますいますあのなんかあのなんか何かに使うのかなみたいな番号を言って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 帰ってたりする人いますね。 <laughs> いや,さいやなんか「何個か言って」みたいな言われたりするよ。いやちょっとね私にそんなの託していいんですかって思いますけどね。 外れたよまあさ外れたよは聞いたことないけど当たったよ報告はなんか気を使ってくれてるのかな当たったよ報告は聞いたりするけど <laughs> ありがとうございます知らんだろういや私もよく仕組みは分かってないけどそう数字何個言ってって言われたらもう言うしかないですよね <laughs> 曲がってないあれはありがとううんありがとう話の途中で終わる人も多いループしてくれますね 握手会でじゃんけんしたでも私割と最近もじゃんけんしましたよなんかめっちゃあっち向いてほいとかなんかそういうゲームをしましょうみたいなもう何でも <laughs> 何でもありだ <laughs> お話し会であっち向いてほい。 ありがとう歌ったこともあるわあるある「釣ってください」って人なんか最近いない気がする「釣ってください」とか言ったら「釣ってください」とか言いそうだからやめよう <laughs> 言わないでください <laughs>。 どう返すか言ってくださいって言われたらえー、なんて返すかな分からん <laughs> 恥ずかしくなってきたけ急に <laughs>。 考えるのやめよう。う <laughs> あざとまいいやもうマジで本当になんか私そういう違うんですよ本当にそういうのはダメ <laughs> 本当に本当にダメないです本当にそういう感じじゃない。 答えを、答え、答え、答え。め <laughs> 求めないでください。<laughs> 本当にもう、お願いとかしないでください。お願いしますね。 Put やめて、ビジネスマイ級とか言うの、<laughs> 本当に、本当に、なんだ、それ。<laughs> ビジネスマイ級じゃねえよ。もっともう、うん、そんな、そんなことできません。 昔の喋り方とか忘れたもんな <laughs> 昔どうやって喋ってたか分かんない <laughs> なんかさそうこの間のドラ3コンで久しぶりに同期のね iPhone とゆらちゃんに会ったんですよ久しぶりに話したんですよ iPhone、まあ、とは結構 LINE 連絡してたけど、まあ、文面だったしそうなんか会話はしてたんですけど電話とかはしてなかったんで もう実際に話すのは久しぶりだったんですけどなんかどうやって話してたかは全然分かんなくってこう久しぶりな人に会うとどうやって話してたんだっけ自分みたいになる現象あるじゃないですか。あれになってなんか話し方が分からないっていうか話すんだけど「あれ私どうやって話してたっけなー」みたいな気持ちになりましたね。<laughs> なんなんだろうねこの現象。キラちゃん、キラちゃんにも出たか。そんなことないよ。私キラちゃんめっちゃ好きなんだけどさ、えー、なちょっと結構もうなんかあのー、キラちゃんがなんか。 いいっぱい抱きしめてくれるんですよなんか,なんかあの <laughs> アイドルズとかでキラちゃんに会ったらなんかめちゃくちゃなんかなんて言うんですかあのなんか「燃える牛」みたいなのをよくしてくれるんですよ。で前回も何か何回もしてくれてもうなんかすごい嬉しくなっちゃって <laughs>。 すごいなんかおおみたいな気持ちになってえそう嬉しいもっとしてくださいえそうなのなんか燃える千穂ち,ちゃんえ最近さ千穂ち,ちゃんさ なんか前まではさこうさお尻をさなんかよくさもう「カァ」みたいなよくなんか待ち時間とか休憩時間とかにこうお尻の「カァ」とかってやってたんですよ私のお尻とか。なんか最近は <laughs> それが変わってきてなんか最近はこうなんか待ち時間の時に「パーン!」って <laughs> すごいなんか私のお尻を奏でてきてでなんか「ワオ!」みたいな私も「ワオ!」。 なんか真顔でパーンで私ももう真顔最近はあのそう奏でるお尻になりました。 進化した進化したんですよえ今日また馬の話起きちゃ起きちゃう思い出してきた。 うちゃんに怒らないの怒んないですよ。あなんかお尻に衝撃きたわ <laughs> ぐらい <laughs> でしか守ってないかも。